おはようございます。ガレージライフ俊也です。雪引きこもってる方が安全です。フロントパンパーなくなっちゃう。やっぱりドカ雪が降ってもためらいなく走れる車が山形には必要です。今年の冬はちょっと厳しそうですけど、来年こそはジムニーで雪遊びがしたい。そのためにもぶん回して遊べるエンジンを作らなければ。はい、ということで今日やっていく作業は、気持ちよく回るエンジンを作っていけるようにエンジンの下ごしらえやっていきます。よいしょ。1台目のエンジン、2台目のエンジン、今ね手元にエンジンが2つあって、これのいいとこ取りして部品を2個1でこうくっつけて1台のエンジン作るような感じで、そのままオーバーホールするよりも2個1の方がより完成度の高いエンジンが作れそうですもんね。一応部品の寸法とかはもう測定済みで、基準値以内なのは確認してあります。このジムニーの K6 って高回転型エンジンなんですよ。ショートストロークなんで、ショートストロークだから上まで回してなんぼみたいな、インプレッサーと同じっすね。低速トルクが弱いのも同じですね。まあ、前回ねこのタービンのパイプとか、あとシリンダーヘッドもポート研磨とかやって、空気がねスムーズに流れるようにちょっと加工とかやったんで、あとはバランス取ってあげたり、部品磨いて抵抗を少なくしてあげれば、下から上まで気持ちよく吹き上がるエンジンができると思います。っていうか作っていきましょう。中途半端なエンジン組んだら後悔しそうっすもんね。やっぱりやっておけばよかったってね。よいしょ。そしたらピストンのバランス見ていきましょうか。重量バランス 0.1g まで測れる測り買ってきました。ピストンとコンロッドの重量を合わせてあげることによって、振動が少なく滑らかに回るエンジンが仕上がります。最近の車は新品の状態で重さ揃ってるみたいなんですけど、この車は25年前のちょっと古めのエンジン、 3g とか5g ぐらい重さが違うみたいです。最近内燃機屋さんのブログ読むのハマってます。あ、160.9? あ、2g も違う。ほらピストンで 2g も違うんですよ。これ162.5 ですよね。こっち 160.9、 2g 違う。1号機の方は 162.5g ぐらい、最大誤差 0.3g。 意外と揃ってました。多分エンジンオーバーホールした時にピストンの重さも揃えたんでしょう。そして2号機の方は 160.9g、 最大誤差 0.2g、 予想外です。本当はもっとバラバラだと思ってたのに、エンジンとしては揃ってました。でもピストン全体として考えるとこのぐらい誤差があったりします。誤差 0.1、 0.2g だ。あ、ピストンこっちの方が軽い、こっちの方が軽い、 2g 軽いんだ。あ、ということでとりあえずピストンはこれ、この3ついきます。誤差 0.2g、 もう何も手かけなくていいっす。これ 160.9、 こっちいきます。多分ね、一回オーバーホールしてるリビルトっぽいエンジンだったから、多分組んだ時にバランス取ってくれてるんですね。裏側特に加工とかしてる感じないんですけど、多分ピストン単体でバランス取られてるんだと思います。加工された後ないです。重さ合わせるのにね、この内側削ったりとかするらしいですからね。お、ピストンこれ3つ決定。そしたら次コンロッドいきましょうか。コンロッド、これ1号機のコンロット。実はコンロットも重さ揃えられてました。完全な規格潰し。リビルトエンジンってこういう感じなんですね。ただ一応全部測ってみたら、2個1で組んであげればよりバランスが取れそうなんで組み替えます。こうだな、こういう感じかな。ここの3つで今バランスがね 0.5g 以内です。こっち使おうかな。 1g 違いますね、こっちとこっちで。だからちょ、軽い方使っていきます。いいですね。誤差重量誤差 0.5g、
いいっすね、いいですね、いいですね。これ気持ちよく回るエンジンができそうです。ピストンピンは重さ測ったら奇跡が起こりました。すべて 54.5g。 摩耗の少なそうなやつに揃えます。こんな感じになりました。2号機のピストン1、2、3番、コンロットは2号機、2号機、1号機。ちょっとこれだけね、1号機の入ってきましたけど、重さの重量バランスはこれでバッチリです。ちょっとピストンのスカート擦った跡あるんでペーパーで慣らしておきます。ちょっとバリが立ってるんでね、こんなんでいいでしょう。放熱ここでしてるらしくて、ツルツルよりはちょっとこうガサガサな表面の方がいいみたいですね。これで重さ変わったりしないかな。しないか。そしたら次はフリクション低減加工をやっていきましょう。手動抵抗、回転抵抗がなくなるような作業をやっていきます。カムシャフト、新車の状態から残ってるバリ、そして長く使われてきた証、線傷、これを研いで磨いてあげることで滑らかに回るようにしていきます。カムは2号機のやつ使います。オーバーヒートしてた方、サビね出てたんですけど、洗って落としてあげたらサビもねそんなにひどくなかったんで、こっちでいきたいと思います。これサビの跡です。でこっち使う理由はね、このスプロケの山、この山がね摩耗してないんですよ。もう一台の方ちょっとここ減ってて、バルブタイミング変わってきちゃうから、こっち使おうと思います。当たり前の話なんですけど、寸法精度はちゃんと計測してあります。基準値内だったから問題なく使用できそうです。そしたらルーターを使ってバリ落とし、これめちゃくちゃ神経使いますね。傷入れてしまったらそれで終わりなんで、絶対に絶対に手元が狂わないように細心の注意を払って作業やってます。傷を入れないようにめちゃくちゃ神経使うんですけど、こういう単調な作業はめちゃくちゃ好きです。ずっと集中できるというか、没頭するというか、錆落としとかもそうですけど、余計なこと考えなくて済むから、雑念とか全部なくなってすっきりとした頭が仕上がります。仕上げに青棒で磨いていきます。磨くって言っても焼きが入ってるんで、そんなに簡単には磨けないです。表面の汚れを落とすぐらいですかね。磨いた後に寸法を測り直してみたんですけど、全然変わってませんでした。ただ艶出しをしたという感じでも、それでいいんです。自己満みたいなもんですからね、こういうのって。一応作業後のビフォーアフター、このちょっと薄汚れたような皮膜が磨いたことによってなくなりました。ジャーナル部分は機械が入らないんで手作業で磨いていきます。よし、完成。ピッカピカになりました。これでどのぐらいフリクションが減ったんだろう。減ったのかな、元通り新品に戻ったぐらいなんじゃないかな。ただ汚れてたのを落としただけって感じになったな。まあいっか、これで高速道路とかで合流するときに簡単に
エンジンが吹き上がるようになったら嬉しいですね。意外と軽自動車のエンジンって追い越しかけるときとか吹き上がりがね、かったるくてちょっとストレス溜まりますからね。これで気持ちよくエンジン吹き上がったら嬉しいな。この一手間で変わるなら大きいですよね。カムを磨いたら受ける側も磨かなきゃダメですよね。シリンダーヘッドとジャーナルのハウジング磨いていきます。艶出しで磨いていきましょう。青棒で磨きます。こっちはカムと違ってアルミでできてるから簡単に磨けますね。逆に磨けすぎちゃって寸法精度変わったら困るから、艶出す程度でさらっとやめておきました。そしてエンジンバラしてる時気づかなかったんですけど、改めて整備マニュアル見てみたら、カムのハウジングに剥離、損傷、不具合がある場合はヘッドの交換をするってしっかりと書いてありました。今回たまたまなんかやばそうだよねって言って代わりのエンジンもらってきましたけど、これそのまま使ってたらと思うとゾッとしますね。カムが暴れてたのかな。ちょっとどうなってたか気になるな。そして次、給排気のバルブですね。給排気、一応ね、排気バルブはこれは交換、どうせこいつすぐ割れるんで。給気バルブは2号機の方がサビ出ちゃってたんで、さすがにちょっとこのフェースが錆びてるのは使えないですね。1号機の方を使っていきます。ステムの直径も基準値内に収まってたんで問題なく使用できそうです。ボール盤を買っちゃいました。まだ持ってなかったんすよ、ボール盤。デデ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 。かっこいい。よし、これで吸気バルブを磨いていきましょう。カーボンたっぷり吸気バルブ。これこのままシャンクで掴んじゃうと傷になっちゃうから、マスキングテープ養生して、これで加える、してスイッチオン。これでペーパーを当ててカーボン落としをやっていきます。最初400番ぐらいから挑戦してみたんですけど、びっくりするぐらいカーボン硬くて全然落ちてくれなかったんで、諦めて60番から作業やってます。次は120番、そして240、400と少しずつ番手を上げて磨いていきます。そして仕上げにコンパウンドで艶出しですね。白棒と青棒といろいろ試してみたんですけど、手作業でかけるんだったらやっぱりメタコンですね。ハンネリタイプだから一番綺麗に仕上がります。ピカピカに磨き終わりました。フェースの部分はコンパウンドでカーボン落とす程度で、ペーパーは当てないように作業やってます。後ですり合わせやるんで、ガタガタになったらちょっとめんどくさいですからね。吸気バルブだけで6本、1本あたり 2,30 分かかってるんで、めちゃくちゃ時間かかりました。表面まで仕上げようかなと思ったんですけど、途中で心が折れてしまいました。綺麗なバルブになった。ちょっとまだ虫食い残ってるけどね。リビルトのエンジンってこれどこまでやってるんですかね。あの業者って言っていいのかな、お店業者
そう、あの中古の、ね、リビルトエンジンとかああいうのってどこまでこれをきれいにして再使用してるのか、もしかしたら掃除してない可能性もありますけどね。どんな風にやってんだろう作業。ただ洗浄液につけてカーボン落として終わりなのかな、それともこうやって磨いてるのかな、気になるな。どういう風に作業やってるか気になるな。でもめっちゃ綺麗にできました。もう順番はね、もうごちゃごちゃです。シリンダーヘッド関係なくなっちゃったから、2号機のシリンダーで、バルブ自体は1号機のバルブだから、そう、当たり出し全部後でやらなきゃいけないです。はい、ということで次クランクシャフトやって終わりっすね。雪ほら膝まであるよ。クランクシャフトはあとね、2号機のやつ使ってきます。2号機の1号機のクランクシャフトね、ちょっとあんま程度良くなかったんで2号機、はあ、ダメだこれ、息が上がって喋れない。これオイルシール当たるとこなんですけど、これ結構ね深いです。こっち側爪が結構引っかかるぐらい。こっちはねまだそんなでもない。こっち使っていきます。あとクランクシャフト自体の摩耗もね少なそうに見えるから。そしてついでに重さを測る。重さ6.5キロ、ちょうど。意外と重いんだねクランクシャフトって。6.55キロ、 50g 違うね。 50g 結構違いますね。 50g クランクシャフトの 50g っつったら結構な軽量化じゃないですか。運よくこっちの良さそうなクランクシャフトが軽くてよかった。若干シールの当たり面サビ出ちゃってるんでペーパーで磨いておきます。そしてクランクシャフト全体を磨いていく。これもカムシャフトと同じで磨いても全然磨けないです。焼き入っちゃってるから。メタコン使って磨いてるけど、ただ汚れを落としてる程度かな、そんなレベルだと思います。これでエンジンの下ごしらえが終わりました。バルブのすり合わせとかも残ってるんですけど、ヘッドの加工を出して戻ってきてから続きやろうかなと思ってます。果たしてこのエンジンはどこまで性能アップできたのか、早く乗ってみたい。来年の雪遊びが楽しみです。そしたらあとはシリンダーヘッドとエンジンブロックを免検内燃機屋さんに出して加工をお願いしてこようと思います。ちょっとだからしばらくエンジンの作業はここでストップになりますね。はい、とりあえずこれで下ごしらえ終わりなんで、あとはこれ戻ってきてからエンジン組み付けっていう形になります。それまでの間にまたボディの板金ね進めていく形でやっていきたいと思います。エンジンの動画は気になるけどボディの板金はあんま興味ないよっていう人は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。次エンジンの動画いつ再スタートするかわからないんで見逃せないようにね、登録だけよろしくお願いします。はい、熊五郎お兄さん、イエーイ。あ、皆さんありがとうございます。チャットちょっとね、出先でカラオケボックスなんですよ。 BGM 流れてて著作権的にあんま使えるシーンないんですけど、まあ、今後のコラボというか企画ネタの打ち合わせやってきました。お兄さんのこのアングル結構レアじゃないですか。もうちょっとだけ撮影待ってください。もう今この状態なんでガレージから車も出せないし、もうエンジンもあるし、一回ちょっと片付いてから
塗装できる状況になってからお願いします。まだね、この状況だと塗装できないんで、塗装、やったとしてもあんま綺麗に塗れないですよね、環境的にゴミいっぱいついちゃうから。そう、だから一回ガレージ掃除して、車出し入れできるような状況になってから輸送コラボお願いします。多分春ぐらいになると思うんですけど、よろしくお願いします。ということで、今回もご視聴ありがとうございました。また次回もご覧ください。バーイ。